花粉症だ。やばい、花粉症が。いや、手にティッシュやべえ。これははずいわ。どうも、あゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。それと、どうも、アクアフェソンです。はい、ダーン、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、ペイソンさんのサーブ強化をしようかなと思って。おお、はい、まあ、わざわざこのチャンネルにする必要があるのかどうかは分かんないですけど。いや、まあ、あゆ太郎さんの指導をね、こう皆さんに見てもらうみたいな。そういう感じでいいですか。ですよね。はい、はい、で、まあ、なおかつペイソンさんやっぱサーブ結構いいんで。はい、本当ですか。はい、サーブ結構いいんですよ。ああ、嬉しい。だからそれをもっとこうグンと、はい、伸びるように。はい、うわー、ありがたい。もうこんなこと待ってたん。じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。レッツゴー。はい、はい、じゃあまずなんですけど、はい、今回サーブ、まあ、2段階に分けて教えようかな。はい、でまず1段階目、テーマは威力のあるサービスを打つためにはっていう。威力のあるサーブを、まあ、打つ方法、はい、まあ、やり方、はいっていうのをまず説明してって、で、第2のテーマ、2つ目のテーマはサーブを入れる、はい、入れる能力。でもその2つが重なったらもう最強だね。あ、そうそうですよ。だから結局はいいサーブになる、はい、コースをついて威力のあるサーブが入るっていう、っていうのを、まあ、分けてやっていこうかな。はい、お願いします。いいですか。じゃあまず第1のテーマ、はい、その威力のあるサーブってことなんですけど、あの普段サーブのグリップなんですけど、どうやって持ってますか。僕はこのハーフグリップって言うんですか。ああ、この、まあ、セミイースタン。セミイースタン、まあ、こういうやつですね。ちょっと斜めに持つやつですね。はい、これがウエスタン。ウエスタン、まっすぐ。これが、まあ、セミイースタン、斜めに持つことなんですけど、なんでこう誰かから教わりましたか、セミイースタンで。僕はこれなんか中学の時の先生に教わって。そう、大体多分セミイースタンでこうやって持ちなさいって言われると思うんですよ。はい、それなんでか分かります。なんか回転とかかけるとかじゃないですか。そうそう、あの、まあ、間違いではないです。はい、それも一つ回転がかかるっていうのもそうですけど、結構あの中学生とか、まあ、高校生でも大学生でも分かんない子もいるかもしれないんですけど、はい、なんでセミイースタン、もしくはイースタンでサーブを持つのかっていう、はい、とこなんですけど、じゃあまず最初この普通のまっすぐウエスタンで持った状態で、はい、手を上げてください、ここに。はい、で、その手を上げた状態でこうやって動かしてください。そうですね、あの、じゃあ横向いて、はい、まあ、そこの可動域を覚えておいてください。はい、じゃあ今度セミイースタン、もしくはイースタンで持った時の、はい、で、ここの可動域を。これは、これ自由が効かないですか。結構すごいですね。はい、ここ180度動いてます。そうです、だから要はウエスタンだとここまでしか動かないですけど、はい、90度、このイースタンだった瞬間ここまで動くんですよ。ここから、すごいすごい、ここまでもう全部動くじゃないですか。全部動きます。だから、まあ、セミイースタン、もしくはイースタンで持った方がいいっていう理由がある。で、この可動域が広がると、もちろんスピードもパチンって当たる、はい、っていうことを、まあ、じゃあ今からやっていきたい。すげえ真面目な動画ですよ。いや、もう真面目ですよ。真面目じゃないよ実は。はい、じゃあまずなんですけど、はい、このウエスタンで打った場合のサーブ、はい、さっき、まあ、こうセミイースタンで持った時回転がって言ったんですけど、はい、まあ、それも一つなんですけど、ウエスタンだと、まあ、確かに回転がかかりづらい。はい、じゃあまずちょっとウエスタンでやってみます。はい、ウエスタンでも速いサーブは打つことはできるんですよ。おー、このまま真っ直ぐ持って、しかも綺麗。例えばフラットサーブはパチンっていくんですけど、はい、やっぱこう今みたいに直線上の球しかいかないですよ。はい、で背の高い子とかはもうそのままいければいいですけど、落ちないんで、多分確率が低くなっちゃう。あ、じゃあ今度こうセミイースタンで、なおかつ可動域が広くなった場合で、何もつかないので、この可動域が広くなった時で、あー、すげえ、球も落ちる。はい、この手だけでめっちゃ落ちてますね、さっきと違って。でここで威力が上がる、はい、だからそれをちょっと意識してあげると、もっとなんでこう持ってるとか分かんなかったですもんね。そうですね、っていうのをちょっと意識して、この可動域を意識しながらサーブを打って、ちょっと見ますか。はい、セミイースタン、いつも通りでいいですよ。いつも通りで、ちょっと可動域を意識しながら。あ、全然全然いいです、全然いいです。あ、めっちゃいいサーブ、めっちゃいいサーブ。あ、すごい、全然違う、全然違いますよね、ここ、はい、こう意識するだけ。ここ意識すると全然違いますね。逆に今度まっすぐ持った状態で、はい、フラットのウエスタングリップで持った状態で打ってみます。はい、結構難しいね、逆に可動域が少ないです。そうそう、はい、なんか
筋痛めます。そう、威力が出ないんですよ。あ、難しい。この可動域が少ない、はい、っていうまず理由が一つですね。セミイースタンにするっていうのをまずみんなに覚えておいてもらうといいかもしれないですね。これ多分今の中学生とかなんでこう持たなきゃいけないんだろうとか、その理由を分かってないから、理由が分かってないで持ってるんで、なんか変にがむしゃらに打っちゃうがむしゃら打っちゃうみたいなっていう理由を覚えておくとちょっとまあ得かもしれないですね、はい、じゃあこれが今第一のテーマ、強いボール打つ、はい、まあ、強いボール打つだけなら今のでいいんですよ。ただ今度は入れなきゃいけないんで、サーブっていうのを入れる技術っていうのを今からじゃあやっていきたいと思います、はい。今度はさっき言った回転っていうのが重要になってきて、はい、セカンドサーブとか今下からです。下からです。下からですか。これを覚えるともう上から打てます。あ、本当ですか。はい、絶対打てます。いや、もう僕はもうほとんどもうチャンスボールじゃないかっていう、結構コメントが来るんで。そうですね。下からでできれば上から打ちたいんですよね。そうですね。じゃあもう今日から上からです、ね、上からします、はいはい、やりましょう。一番、まあ、手っ取り早い練習があって今からちょっとやっていきます。はい、こうやってしゃがんで打つんですよ。しゃがんで、はい、しゃがんで打つと、あの、要は自分がネットより低いところにいるじゃないですか。はい、まっすぐ打っちゃうとこうやって入んないと絶対パーンって打っちゃう、はい、技術があるから入っちゃう。こうやってさっきみたいに速い球だけパチンっていくと、はい、落ちないですけど、今の同じ高さでも入れることができるんですよ。ええ、今絶対入る気しないじゃないですか。入る気しないです。ただこれを回転かけると、おお、こうやって入るんですよ。こういう風に落ちる、はい、をこれで習得できる。要はこっちからサーブが入れば、すげえ、絶対入るですよ、絶対、はい、こっからサーブが入れることができる人は絶対入る。落ちるサーブ、わ、すごっ、キュッとっていうのを練習してもらいます、今から。はい、ちょっとやってみます。はい、なんかやだ、全然視界が難しいですよね。これで入れる、もうとりあえず入れることだけ考えて打ってみてください。もうちょっと緩くていいです。セカンドサーブだと思って。あ、もうセカンドサーブ。それもう上から完成です。あ、マジっすか。はい、めっちゃしかも綺麗です。それが今のさっき言ったフラット面だとできないんですよ、それが。ウエスタングリップだとまっすぐ飛んじゃうんで、そのためにセミイースタン、イースタンで持つと今みたいな回転で球が入る。はい、確かにこれウエスタングリップだと、ウエスタングリップウエスタングリップだと全然なんか入る気しないです。そうそうそう、バーンっていっちゃうんで。そうそうそう、絶対入れないですよ。何球かじゃなくて、最後全部やっちゃいます。ああ、OKOK。 もっと高いとこから取る、はい、ゆるく高いとこを取るっていう感じで。 OK です、OK です。ああ、あんな高いとこ取っても入るんで。そうですね。じゃあ今の感じで、はい、セカンドサーブやって。 OKOKOK。 あれと球が落ちて入る。落ちますね、はい、安定もするし、はい、だから入れたかったさっきみたいにしゃがんで練習するとすごいいいかもしれない。まあ、第1のテーマが強く打つため、まあ、ここの可動域っていう話と、はい、まあ、第2のテーマの入れるっていうサーブを練習していくと、最上点がもう最強なサーブってこと。そう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 、もっとコントロールして、なおかつスピードも出るっていうのを皆さんやってみるといいのでは。めっちゃ勉強になります。毎回勉強になる。そう言ってもらえると。いや、本当になんかこれの理由を知れたのがやっぱ一番でかいですね。よく分かってなかったですね、はい、なんで普通にこのままスロークと同じ面でいいじゃんみたいな、はい、だからスマッシュとかもちょっと持ち帰るんですよ、こう。あー、はいはい、要はこう後ろに来た時にここはこれで打てるんですよ。あー、確かに。この後もここで打てるんですよ、後ろに来たっていう理由があるってことを、まあ、知っていただこうかなと今回。いや、これ知るだけで全然違いますね、はい、っていうような感じでいいですかね、今日は。はい、ありがとうございます。ということで、真面目な動画になっちゃいましたけど、終わりたいと思います。はい、この動画がいいねと思ったらグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなって思う方もグッドボタンお願いします。ってことで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。ドン、いきます。どうもガベソンです。はい、ダーン。そしてどうもアイタロチャンネルのアイタロでございます。よきっと出てきたアイタロちゃん、ありがとうございます。いや、メイン
全員全員はい、そういうことで、はい